なんか気になることがあったらとりあえず言っとく、とりあえず投げておく、仕事ができる人とできない人の大きな差になるかなとは思うね。完全に忘れてました、すみませんっていう方がいいのか、仮病みたいなので申し訳ありません、病気でしたっていう方がいいのか。今日は中地さんに、はい、納期に間に合わない時の対処法をお聞きしたいです、うん、どうしても間に合わない時にどうしたらいいか、はい、怒られない方法があれば教えてほしいまあ怒るか怒らないとは相手次第だから怒りっぽい人だったらそれは怒られるだろうし、はい、まあ怒らない人もいるだろうし、もう相手次第だからどうにもなんないけど、まあでもなんだろうね、納期に間に合わないってまあダメなんだけど、はい、まあ現実はやっぱりまあまあ普通にあることなんだよね、はい、それはもうやっぱ気合根性ではどうにもならないようなこともあってさ、はい、まあ、それこそ体調が悪くなっちゃうとか、そもそも納期がすごいタイトなスケジュールでもうすごい詰め込んでやんなきゃいけないけど、その中で例えば3日間体調悪くなっちゃいましたとかだったら、まあ、やっぱどうしてもそれで間に合わないとかって、その、まあ、体調管理ももちろん、まあ、本人がコントロールしなきゃいけないんだけど、まあ、納期に間に合わないなんてことは全然あるわけなんだけど、でそういう時に対処法で言えば絶対にこれをやらなければいけないのは、はい、とにかく報告することだよ、納期に間に合わないって。あ、相手に。そう、はい、分かった時点で連絡をすること、もうこれがめちゃくちゃ大事。その納期に間に合わないっていうのはさ、もう納期が来る前に分かるわけじゃん。そのやってる本人はもうどうやったってこれ間に合わないっていうのが絶対にもっと早く分かってるんだけど、ただ納期に間に合わないパターンって、納期ギリギリまでそれ言わない人がほとんどなんだよね。例えば12月10日とかに納期があるとして、はい、でももう12月の例えば 2,3 日前にはもう絶対にこれ納期間に合わないっていうのが分かってる、はい、それでも言わなくて、結局言うのは12月10日になってごめんなさい間に合いませんって言うんだけど、はい、どうせ言わなきゃいけないんだったら絶対先に言っといた方がよくて、はい、先に言っとけば何か向こう側からまあそれならこうしましょうとか、なんかそういうじゃあここまででいいですよとか何か、言えることがあるかもしれないけど、はい、もうギリギリになっちゃったらそんな何ももう言えないし、もうそれ普通に納期超えるだけだから、だから納期に間に合わないって分かったらとりあえずまず、相手に言うことだよね。まあちゃんと理由も言うその2つは納期に間に合わない時は絶対にやんなきゃいけないことかな。だからダメなんだけど、仕事として納期は当然守んなきゃいけないもんなんだけど、決まってるからね。なんだけどまあある種しょうがない部分もあるよね、間に合わないで。やっぱ仕事って基本的には納期いっぱいにまで膨らむもんだからさ、はい、そんなに早く終わるってまあないんだよね。だから例えば、年末が納期になってるとしたら基本的にはもう年末までかかるっていうことがほとんどで、まあ、そういうもんだっていうのを知っておくのも大事なことだとは思うよね。なんか早くやったからってそんな早く終わるようなもんじゃない。もう早くやれるのは早くやった方がいいんだけど、はい、でも時間がありゃ時間かけるじゃん。だっていくらだってこだわろうと思ったらこだわれるわけでさ、まあ、それは動画編集だろうと、まあ、イラストレーターだろうと、デザイナーさんだろうと同じなんだけど、まあライターでもそうだけど、それは考えることなんて無限にあって、すごい作り込んでいこうと思ったらどこまででも作り込んでいけるからってなったら、まあその納期がさ短かったらその短いなりにやるんだけど、長かったらまた長いなりにやるから、だから結局のところ仕事って膨らんでいくもんだからあれ、まあ個人的には納期に遅れるってなった時に、まあ仕事にもよるけど、うちの場合は割と納期有効してることが多い。じゃあ例えば明日が納期だってなった時に、はい、そこに無理やり、合わせて作業をしてもいいものにならないかもしれないじゃん、まあ、だからそんなに急いでやられてもいいものにならなくて、それ出されても、それだったら1日2日伸ばしたところでその方がクオリティ高くなるんだったらそっちの方がいいよねっていう話、はい、この納期は、守んなきゃいけないんだけど、もうそれが守れないというか何かの理由があってその納期から遅れそうだったら別に、遅れてもいいっていう話はするようにしてる。まあでもやっぱりそれも事前に話が欲しくて、はい、まあ、結構いるんだよね。だから納期が決まってるんだけど、例えば12月10日って納期が決まってるけど、その納期に出てこなくて、1日後2日後ぐらいに出てくるみたいな、はい、間に合いませんでしたみたいな、今みたいななんで今別に事前に言ってくれたらじゃあそれでじゃあもうちょっと伸ばしましょうっていう話もできるかもしれないけど、でもその自分の判断でやっぱやることじゃないから、それだって自分が納期決めてるわけじゃないじゃん。その相手のクライアントがいて納期が決まってるわけだから、やっぱクライアントとそこはコミュニケーションちゃんと取らなきゃいけなくて、まあそのコミュニケーションが取れてない人は多いよね。まあでもそれはなんだろう、お互い様のところはあるんだけど、結局仕事を受ける側は当然納期を守らないといけないし、納期守れるようにスケジュール組まなきゃいけないんだけど、まあでもその発注した側、仕事をお願いしてる側もやっぱりコミュニケーションの取り方っていうのも考えていかなきゃいけない部分だよね。結局だから納期まで放置してたら納期間に合わないとかだってさ、別にそこまでに進捗確認してたらこいつ全然進んでねえなっていうのが分かるかもしれないじゃん、はい、そしたらその時点で、もうちょっと言ってあげればその納期に間に合ってたかもしれないじゃん。その作業する側が 100% 悪いとは思わなくて、やっぱりその仕事をお願いする側の立ち回り方っていうのもすごい大事なところだから、まあ自責思考だよね。でも結局のとこ、まあ自分に原因があるって考えるっていうのがやっぱ大事で、それは当然、納期遅れましたって言って作業してる側は、スケジュールの組み方に問題があったとか、もし遅れるとしても早く連絡すればよかったとか、まあ、そういうことが考えられるし、そのお願いしてる側はお願いしてる側で、いや頼んだんだからやれよみたいなんじゃなくて、それは本当に自責思考で、自分のコミュニケーションの取り方とかもっと進捗確認してれば、ね、こんなことにはならなかったのにとかっていうのがあるから、まあ、そういうふうに考えられるかどうかっていうのは、まあ、すごい大事かな、仕事する上で。昔はさ、何かをじゃあお願いする、何かこういうものを作ってくださいってお願いして、まあ、それの納期が例えば 1,2 ヶ月だとしたら 1,2 ヶ月結構放置していることが多かったんだよね。なんか納期ギリギリになっても別に本当に何にも何の連絡もないから、はい、本当にやってんのかなみたいな。で結構意外とやってなかったりするんだよね。でそこから本当に納期直前にバタバタって連絡が来て、ああだこうだみたいな話があって、で結果的にまあ納期間に合わないとかっていうパターンがあったりするんだけど、はい、でも本当最近はなんかもう定期的に進捗を確認するっていうか、こっちから連絡するようにしてる。ああで今進捗どうですかとか、困ってることありませんかとか、なんかそういうのを聞くかな。まあ納期守らないっていうのもまあつながるんだけど、はい、途中で連絡取れなくなっちゃう人も結構いたりするね。逃げられちゃうっていう感じなんですか？まあ逃げられたのかどうかは分からない、何があったのかはもう分からないけど、はい、仕事をお願いしててでやってくれていたはずだけど、はい、途中で連絡が取れなくなっちゃうみたいな、もう二度と連絡取れない人と、はい、その後で連絡が来る人っていうのはいるんだけど、入院してて連絡取れませんでしたみたいな、はい、いやでもさ連絡はできるだろうって思うんだけどね。入院したから別に連絡しなくていいなんてことはなくてさ、はい、まあそれはお大事にしてほしいし、別にだったら仕事続けられないのは分かるけど、連絡が全くできないのは違うよね。じゃあまたそこから仕事お願いしますとはならない。ああ、まあそうですね。だってしかも体壊しちゃってるわけだし、あ、はい、また同じことになるかもしれないしさ。でもそのパターンは多いな。他にも、はい、だからなんかこういう事情で、仕事を辞退させてくださいとか、これ以上続けると迷惑がかかるから辞退させてくださいみたいな、だから納期に間に合わないかもしれないからとかさ、そういうの結構あったりするんだけどさ、はい、いやでもさ、その申し訳ないと思うんだったら仕事頑張って仕事で挽回してほしいなと思うよね。やめることでさ、結局問題って解決するわけじゃない、はい、こっちはだってそれでお願いしてますってなって、はい、それやめられたらじゃあそこからまた別の人に頼んだらその分伸びるわけじゃんってなったら、別に本当に何も解決しなくて、別にお金を受け取らないからそれでいいとかでもないじゃん。こっちにしてみたら時間が無駄になってるわけだから、はい、なんだけど結構そういう人は多いかな。完全に全く忘れてて、うん、で気づいた、今日納期だって気づいた時にはもう完全に忘れてました、すみませんっていう方がいいのか、それともまあ嘘になっちゃうけど仮病みたいなので申し訳ありません、病気でしたっていう方がいいのか、ありますか？その仮病を推奨することはできないかな。いや仮病でいいよとは言わないけど、まあそれは忘れてたんならもう忘れてたって言ってほしいよね。むしろすがすがしい。まあそれでなんていうかもう分かんないけどね、その本当に相手によるから、もうぶち切られてもでもまあしょうがないよね、もうそれは結局仕事として受けてるのに約束守れてないわけだから、はい、もうそれは怒られてもしょうがないと思うんだけど、仕事ってさ、学校とかじゃないからさ、本当に病気してましたって診断書持ってきてさ、ほら本当に病気してたでしょって言われたところでさ、はい、別に納期遅れてんの変わらないからさ、それできてないっていうことには変わりないからさ、別にそれが仮病だろうが本当に病気で、診断書ついてようか勝手にしてみたら関係ないからねその言ってしまったら、だから診断書をもらって本当に病気でしたって言われても、まあ正直そんなに何かプラスになることってないから、はい、だって結局できてないのは同じなんだからね。まあでもその病気だったらね、それはそれでお大事にしてほしいんだけど、はい、軒に間に合わないことがさ分かったら早く言うみたいな話をしたけどさ、はい、それも間に合わないってなりそうだったら事前に言っとくっていうのはめちゃくちゃ大事。ああ、もう間に合うか間に合わないか分からないけど、うん、ちょっと危ないかもなっていう時にはもうちょっと危ないかもしれないです。なんとか必死に頑張るけど、もしかしたら間に合わないかもしれないですっていうのを事前に言って間に合わないっていうのと、いきなり間に合わないって言われるのでとやっぱり大きく違うから、はい、だからそういうのはすごい大事かな。まあそれ別に納期以外でも同じなんだけど、はい、何か気になることがあったらもうその時点で先に言っておくはすごい大事。他のなんだろう、クライアントワークしてる時とかでも同じ。クライアントから受けてる仕事でなんか売り上げを上げるみたいな仕事をしてる時に、はい、例えばじゃあその売り上げが目標に到達しそうにない、はい、っていうか、まあ、売り上げが下がってるみたいな時だったら、もうなんかそれが分かった時点で、売り上げが下がってるんじゃなくて下がりそうだっていうのを言っとくとか、こういうので売り上げ下がりそうってね、はい、って言っといて蓋を開けてみたら実際に下がってたらその事前に言ってたっていうのがあるから、はい、まあそこで何ていうんですか、めちゃくちゃ怒られることっていうのは少なくて、はい、だってもう事前に言ってあるんだから、まあ、そこで怒られる可能性っていうのは全然あるし、はい、最終的に怒られる可能性ってもあるんだけど、それは目標達成できなかったら、まあ、それでもやっぱり相手の印象は違うよね。一歩手前で言っておくってことですね。そう、結構仕事ができる人とできない人の大きな差になるかなとは思うね。なんか気になることがあったらとりあえず言っとく、とりあえず投げておくとか、それはすごい大事。それ代理店やってる時すごい思ったんでね、クライアントワークみたいなのが多いから、はい、そういう時に気になることが何かあったらとりあえず報告しとく。そうするとそれが後でトラブルになった時とかでも、やっぱここで一言でも言ってるか、はい、それを全く言ってなくてこのトラブルが起こってるから、やっぱり大きく違うんだよね。その何かっていうのは結構多くの人がなんかちょっと引っかかったりするんだよね。何か仕事をやっていく上で、はい、何かここがちょっと気になる、でもまあいいやって流す人がほとんどなんだよね、はい、なんでそれをスルーするのかっていうのはさ、多分すげえ分かりやすくてさ、はい、自分でビジネスを持っている感覚があるかどうかっていうところが結構大きくてさ、はい、例えば業務委託で仕事を受けてると、それってお願いされて仕事をしてるわけじゃん。そうすると別にそれが自分のビジネスかって言えば、その自分のビジネスじゃなくてそれを手伝っているというか、まあ一部の業務を委託されてるっていう形だからさ、ってなると結局そういうちっちゃいものをスルーしても別にそれでいいやって思っちゃうんだよね。要は何か問題があったら向こうが言ってくれるだろうって思う。はい、確かにそうですね。でもそんなの気づかないことが多いから、だってもうめちゃくちゃいろんなことを考えて、もう無数のことを考えなければいけないわけで、それをそのちっちゃいものを作業してる人は、それ一個一個見てるからちょっと気になるんだけどなっていうのが分かるけど、それを全体で見た時にもうめちゃくちゃ本当にいろんなことを考えてる中でこれを見つけられるかって、もう見つけられないんだよ。だからこれをちゃんと言えるかどうかっていうのはすごい仕事をする上でも大事だし、仕事ができるできないっていうところにめちゃくちゃ関わってくる。なんか自分がちょっと引っかかったことを放置せずに、まあ、ちゃんと考えるみたいなのは、まあ、意識として持っておくとめちゃくちゃいいよなと思う。ブログノウハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。では今日のテーマの総括をお願いします。今日のテーマの総括は、はい、納期に間に合わない時は、はい、とにかくすぐに連絡をする。病気だって嘘つかない、はい、気づいた時にすぐですねはい、もう一番もうそれしかない、はい、今日のアベメモです。納期に間に合わないことが分かった時点で必ず依頼主に連絡をする。依頼する側もほったらかしではなく、進捗を聞いたりコミュニケーションを取る。間に合うかわからない時点で報告するとより良い。小さな違和感はスルーしないで共有する。